ドルスペックで劇的なハイリターンを目指そう。ゲストのクリスさんは最強助っ人になるのか、お楽しみに。出会いもあれば別れもある。はディレクターは花粉症真っ最中ですが、今週も元気に頑張っていくそうです。止めてください山野さん。何なの、はい、姉ちゃん何ですか、本当に一番わけわからなかったよ。ディレクターの花粉症情報がいらんやろまず。怖い、なんか取りつかれてた。いやいやいや、こういうキャラでこれから行こうかな、無理やから無理やから、ね、大丈夫なんですか、いきなり幸せになりたいとか言い出したり、うん、大丈夫かどうかで言えば大丈夫じゃないよ、うん、大丈夫だよ、アウト。さやちゃんも大丈夫じゃない。さやちゃんは普段の行動を見てね、めいちゃんは今のを見てだけど、さやちゃんは普段の、じゃあめいちゃんの方がマシってことですか。そういうことやね。行きましょうか。そうですね、行きましょうか、はい、じゃあそれでは今週も企画ご覧いただきたいと思います、うん、はい、それではどうぞ。そうそう、さあ今回はキングイーグルズ大分明けの店にやってまいりました。さあゲストは先週に引き続きクリさんです。はい、よろしくお願いいたします。クリスでございます。お願いします。なんかさ、あれないの、こうもっとさ、はい、こう挨拶するときにドンみたいなさ、なんか、うん、あれですか、決めポーズみたいな。そう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 、一個考えてきてたのあったんですよ。何何、熊本からこの2時間半かけて、やろうよ、じゃあちょっと一回やってみて。あ、いいよいいよいいよ。さあ今回のゲストは靴田の方です。どうぞ。クリスです。あれどうですか、いいよ、ちょっと待って、いいよかったいいよ、よかったですか、滑らかに。さあ今回は人気企画劇的ハイリターンズ、よいしょ。ということでね、まあ、人気の企画となっております、はい、はい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 、まあ人気っていうのをめいちゃんがめいちゃんがもうすごい出したからでしょ。そうですよ、はい、私がね花の記事いくつさんでなんと約2万5000発ね、最低でも1万発を目指すということですね。そうですね、わかりました。じゃあ続き合いで頑張りましょう、はい、じゃあ真剣いくぜ。今回の実践する舞台はキングイーグルズ大分明けの店。パチンコが320台、パチスロが380台設置。店内は選べる4レート構成で遊べるパチンコ、パチスロもありますよ。それでは入りたい、目指して頑張るぞ。やー、どうぞー、よし行こう。さあ出ていきましょう。私実は初めてなんですよ。あ、本当。そう、アニメとかは見たことあるんですけど、はいはいはい、実際打つの初めてで。翔太さんは打ったことあります？俺ね、1回打ったことあんの、うん、あのやっぱり原作が好きで、打ったけど楽しいよこれ。あ、本当ですね、うん、このね保留がいっぱいあるんやけど、うん、このねでっかいところが保留玉になったりすんのよ、うん、大興奮ですこれ。そうなんだ、ちょっとまた絵もね、ちょっとこれセクシーね、ちょっとセクシーよ、かなりセクシー、さあ気合い入れてハイリターン目指してくださいね。ハイリターンですよね、いっぱい出しますよ、いっぱい出さないといけない、今日のために溜め込んできましたから。まずは溜め込んでいるクリスさんに疑似連が到来。早速熱い演出を出してくださいよ。よいしょ、お、赤い赤い、良さそう良さそう、いいんでねえのこれで、もう一回くれば騎士さん、あら、いいんじゃない？2連2回ですね、2連2ですね、これちょっと弱いな。お、超来るか、あーダメ。クリスタに訪れたのは聖人バトルリーチのチビ聖人。後編まで発展すればチャンスですが、果たして。はははは、これは怪獣なんですか、怪獣なんですよね、これは。そうそう、怪獣なんですよね。あれやられちゃって、でもこのスーツがめちゃくちゃ強いんですよね、特殊なスーツなんですよね。でもね、やられるときはやられるから気をつけて。わかりました、やられるときはまあ確かにそうですよね、やられるときはやられる。この実戦ではやられないように頑張ってくださいよ。
すると翔太さんに武器リーチが到来。ガンツソードか、めっちゃ数字あるやん。邪魔をするな。なんか行く？もう終わり？全然ダメ。おお、なになに？頑張れ。レンジャー来たよ、レンジャー。ウラリヒョン。おお、シャッター。倒したら100点。対戦相手がヌラリヒョンの第2形態ですか。これが最終形態だと大チャンスなんです。さあ結果はいかに。これ倒したら当たるんじゃないですか。倒したら当たるんじゃないですか。倒したら当たるでしょうね。これあ、こっちか。あボタンはね弱いでしょうね。うわあ、激アツ出た。激アツ出ました。黄色。何今の。激アツさん出たよ。来ましたね、ガンツフラッシュ予告。これは大チャンスですよ。わ、急に来たな。超伝送行く。あ、出てこない。出た、チビ星人。さあ後編発展に期待ですね。おー、来た来た、発展しました。まずは大当たりゲットしなくちゃいけませんからね。お願いしますよ。どう、頑張れ。わー、だった。おー、すげー。やったー、倒しました。やりました。いや、いいな、気持ちいい。ありがとうございます。やりました。よかったよかった。いや、急に来た、本当にびっくりっすね。出た。壊れた、びっくりっす。あー、ダメだ、レギュラーボーナス。翔太さんもね、レギュラーじゃなくて超ガンツボーナスだったらね。そうなの、ね、もう50回しかないのよ。もう半分終わってる。早い早い。ちょっとやばいよこれ。引き戻しもなく単発終了でしょうか。来てくれ。ラスト、ラスト、呼ばれろ、ラスト、呼ばれろ。ちょっとマジお願いしますよ。単発、単発、マジ単発なの。 ノーリベンジでフィニッシュです。いやー、嘘、ちょっとあっけないね。ダメですよ、単発は。マジかよ。せめて1万発出さないとね、うん、まあまあまあ、解散だからね。こっからです、こっからですよ、皆さん。ハイリターンですよね。それはめちゃくちゃ出さないかんなら、まあ、ゲストである私がですね、頑張っていかんと思ってるんですけど、まあ難しい、当てるのが。そこをなんとか当ててくださいよ。すると保留変化が来ましたね。ガンガン騒がしくなってほしいんですよ。ほら、西連よいしょ。あ、緑行くか。行け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 、緑行け。西2の段階で緑。お、じゃあこれ、あ、オッケーオッケー。さあ、技術さん、ここで変わってくれれば赤堀よいしょ。激アツ赤、激アツ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 、翔太さん出てたやつで、赤になってくれればな。激アツでも激アツ信じましょう。さあ、どれ、超伝送左、
いや激アツだよ、ガルショー激アツって言いましたからね。あー恐竜さんだ、これで当てないとね。ブラキオさんだ、ブラキオさん好きなもの我が子、めっちゃ親バカやな。あー翔くんやべえな、大丈夫か激アツ、俺の激アツ大丈夫か。わあ怒っとる怒っとる。この大チャンスをものにしてくださいよ、発展に期待ですね。まあロングまで発展はすると思います。ロングまで、あフリーズした、あ取った、なかなか熱いんじゃないか。千手観音、お俺好きなやつや、これ俺が好きなやつや。100に近づけば近づくほど、熱かった気がします。まだ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 70、どうだ70、いいのか。さあ対戦相手は誰なのか。おーほほほ、これヌラリヒョンじゃないですか。訪れたリーチは大チャンスのヌラリヒョン最終形態、勝利すれば超ガンツボーナス濃厚ですよ。これで当ててハイリターンを目指しましょう。おーほほほ、これヌラリヒョンじゃないですか。ヌラリヒョンだと思います。訪れたリーチはヌラリヒョン最終形態ですからね、これは当てないと。うわこれ外した分最大のビッグチャンスですからね、ものにしないと。頼んますよ、頑張れ頑張れ、いけいけ、ほい、あよしよし、まあ、嘘、嘘や、嘘、やらかした、嘘でしょ。いやいやないないない、来る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 、マジ、やってしまった、マジか、うわ引くわ、おお引くわ本当、がっかり無理がある、無理がないや、無理つけろよ、がっかり意気消沈ですね。もう入りダンス解散になっちゃいますよこのままだと。いや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 、ならないならない、ならないように頑張って、はい、だって前もねほら私2万5千発出してるから、はい、素晴らしいっす ね、 ね、それ以上に出るのをやっぱり見せたいんよ。はい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 、でしょ、確かに。それを見せれるのは誰、俺しかいないでしょよしやるぞ男クリス、頑張るぞ急に元気になった、どうしか出んだよ、ガンガン出てやりますから、そう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 、もう任せてください、そうそうそう、いいよいいよ、おいいよ、とここでよし気合入ったぞ、激アツだよって言った今、激アツって言った、激アツって言った、姉ちゃんそろそろ当ててくださいよ、行くぞ、熱い、おーいった、いった長、ヌラリヒョン、ヌラリヒョン、ヌラリヒョン、姉ちゃんいけ、さっき70だっけ、さっき70です、70あれば当たると思うけどな、頑張れ頑張れ、いけるいけるいける、くる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 、きた、80、これは期待できる、これ来たでしょ、あーヌラリヒョン来た、ヌラリヒョン来た、ヌラリヒョン、かっこいいねこのシーン、来た来た来た、よしよし、来た来た、来たよ、さあめいちゃんは当ててくれるでしょう、頑張れ、いけるよいけるよ、えー
70、80。ドンマイ。メイさん、ドンマイ。当ててよ。当てる、当てる。次は当てる絵を見せますんで。何やってんの、本当。はい、や、あ、じゃあ山場を作ってから。そう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 。当てますから、次は。そうだよ。こんなしてるけど。ここで、ついに翔太さんの保留が。わあ、変わった。保留が赤に変わった。これは、これはいけるんじゃない？今日初の赤保留ですよ。はい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 。もう一回行け、頑張れ。おお、どう？あ、もう一回。お、来た。さあ、どうだ。理事さんからの演出は、貫通ゾーン入ったよ。ちょっと期待できる。まだ当ててくれますよね。来い、激アツ来い。お、また来ました。チャンス、チャンスって弱いね。チャンスって弱いな。あ、来たよ。みんな高得点で外してますからね。さあ、翔太さんは、あ、上も、上も下がってきた。来た来た来た。来たよ来たよ。これはもう超ガンツボーナスですね。翔太さん、ハイリターンお願いしますよ。おー、よかった。素晴らしい。来た、来た。オッケー、大当たり中に。はい、エクストラ入りましたよ。このエクストラは小当たりラッシュ状態で出玉を増やしながら次回の大当たりが狙えます。ハマればハマるほど一度に大量の出玉獲得ができますよ。まだまだ。おお、すごい。続きます。次の当たり引くまでさ、ああ3連発いくんじゃない。すごいよ、ね、ずっと続く。1回当たって3連発。これが、ね、何回も続けば、ほらほらほら、早い。めっちゃ早いよ。早い。5000まで早かったよ。どこまで出玉が増えるのかな。わあ、終わりました。でも6465。すごい。やっとラッシュに突入するもん。しかし早速大ピンチじゃないですか。ダメ。めっちゃ危ない。すぐピンチになるやん。逃げろ逃げろ。ダメよ。継続してよ。うわー、うそやん。え、まさか終わりじゃないですよね。え、終わり？え、嘘でしょ。はい、1万発すら行ってないよ。
あのリベンジするんで。解散ですね。何それ本当に。あれでもガンツすごいね。はい、ねあれ16ラウンドのさ大当たりの後に、はいはい、あれからだってさ、はい、6000発まで行ったよ、ね、だって。いやでも本当びっくりしましたよね。本当びっくりしましたよね。びっくりしました。ね、夢がある本当に。本当びっくりしましたね。びっくりす。嘘じゃん。ちょっとすごい今目で訴えてたのに。すごい。振りしてさ、もう言えよぐらいのやつ来たよ。もうそれも踏まえて解散です。解散。あ、まあ、クリさん、クリさん本当すいません、うん。今までありがとうございました。ローリターンズはないんですか？ローリターンズない。ローリターンない。やっぱりここで解散ですね。解散ですか、うん、この企画はずっと続いていきます。ただ、うん、クリスさんだけが、はい、さよならということで呼ばれないと。そうですね、もうだってリターンできないじゃん。確かにそうローにしてもハイにしてもリターンもできない男がさ、うん、何言ってんの、はい、申し訳ないです。また二人でリベンジします。そうね、本当に、うん、頑張ってください、本当に僕も応援してるんではい、はい、ということでね、まあ皆さんもぜひダンツ、はい、まだやったことがないという方はぜひやってみていただきたいと思います、はい、ということで以上キングイーグルズ大分明野店からでした。バイバイ、さようなら。さあエンディングですが、ここでお知らせがあります、はい、なんとですね、うん、来週からパチタウン TV がリニューアルされます。リニューアル、あ、そうなんですね。そうなんですよ、新しく、うん、はい、このコーナーもですねちょっと、はい、ちょっとだけ変わるかもしれないということで。終わるんじゃないですか。え、終わりはしない。終わる、なんか言い方がね終わりはしないですよ。終わりはしないです。うん、なくならない、なくならないと思います。はい、何笑ってるんですかちょっと何か知ってるんですか。いや、なんか知ってるんじゃない。いやいや、もうそこは詳しくは来週。知ってるの、これ。なんか知ってるの。来週を、はい、見ていただきたい。黄色信号、黄色信号。要注意、危険。これもメッセージ。このスタジオが終わるかもしれないと危険信号の黄色。いや、でもなんか自分だけ余裕っぽいんで、自分だけはめんちゃん、めんちゃんの口内になるもしかしたら。怪しい。それだけはやめろって。なんで。本当に。なんで。めんちゃんのトークから始まるオープニングほど見たくないものない。なんでそんなことない。あの、しょうもない喋るんでしょ。しょうもなくないですよ。まあでも次回からリニューアルということで、はい、そうなんです。次回見ればある程度分かるということですね、うん、はい、そういうことでぜひね皆さん、うん、来週もパチタウン TV 見ていただきたいと思います、はい、ということで今週はこの辺で、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。トリガーに願いを込めて今年こそ、来週も見てね。うんうんうん。え、さやちゃん、今までありがとう。え、本当に終わるんですか？本当？ありがとう。